皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬健です。今私は淡路島にありますイザナギ神宮の境内におります。ここはイザナギ神宮の中にあります淡路祖霊社の横に、建立されました陸軍中将樋口喜一郎さんの銅像の前でございます。今日は、イザナギ神宮の大切なお祭り、紀元2684年令和6年度の記念祭というものが行われまして、私も玉串を捧げてまいりました。今日はね、皆さんあいにくの雨だったとおっしゃるんですが、私はこのしとしと降る春の雨も、ああ恵みの雨なんやな、そして神さんが今年の稲をしっかりと育てるように、たくさんの、お魚が取れるように、神さんも頑張ってはるんやな、そんな、いいお祭りだったなと、和やかに過ごさせていただきましたし、皆様の、お祈りの気持ちというのがよく伝わってくるお祭りでもありました。しかし今私たちのこの国が抱えている問題というのはまさに内憂外患。国だけではありません。兵庫県もそうです。神戸市もそうです。さあこれから我々どうしていくべきなのか。今この玉串を手にして、これからイザナギの神様にお願いをする、感謝を申し上げるときに、ただひたすらに五穀豊穣を祈るだけでいいのだろうか。私はずっと自問自答を繰り返しながら、私の玉串奉天の順番が回ってきたとき、よし、ここは今の世の天官打開、国兵の一掃をお祈りしようと心に決めて、静かにお祈りをさせていただきました。そして今日本のですね、大変な危機を救った樋口喜一郎中将の銅像の前に立って決意を新たにしているところであります。拉致問題も大きな局面を迎えるかもしれません。これが本当に拉致問題の解決、我が国のこの主権を守るいい方向に向かうのか、そうでないのか、見極めが大変難しい時期に来ておりますが、私たちは見誤らないようにしっかりと全国の仲間たちと連帯し、連携し、そして前進をしていかなければならない。私たちはもう国のため、県のため、そして一人の市民の皆様のために今の仕事があるんだということを再確認をさせていただいたお祭りでもありました。今日は淡路一宮イザナギ神宮の記念祭参列のレポート、そして私が何をお祈りしたかということをご報告させていただきました。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。拉致問題トーク&上映会のお知らせです。私が代表を務めておりますスクー会兵庫は4月21日日曜日午後2時半から5時半まで見かけ公会堂におきましてイベントをやります。一つは特定失踪者秋田美和さんのお姉さん吉見美穂さんをお招きして、この秋田美和さんの人となり、どのような形で失踪したか、そして特定失踪者の置かれている今の現状など、皆様があまりご存じないことをしっかりお伝えしていこうと思っております。上映会は恵みへの誓いを改めて上映させていただきます。昨年のイベントよその国の朗読劇の後の上映会では、私どもの不手際によりまして機械故障で上映うまくいきませんでしたので、今回は万全を期してこの上映会を開催させていただきます。今回の催し、事前にお申し込みいただきますと大人1000円、当日お越しになりますと1500円でございます。大学生の方は500円、高校生以下の方は無料です。ぜひ概要欄にね、詳しくリンク等を貼っておきますので、皆様のお申し込みをお待ちしております。ぜひ4月21日見かけ公会堂で皆様にお目にかかりたいと思います。よろしくお願いいたします。